こんにちは。今回は日本人の苗字の歴史についてお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。今回の動画は前半に、カバネ、ウジ、イミナ、アカナなどの語源や歴史を見ていき、後半にトライ人、キカ人が名乗ったセとトウについても簡単にお話しさせていただきます。まずカバネという文字と意味について見ていきます。 カバネは女とと生きるという日から成り立っていますこれは古代の母系生社会の名残とも言えます母系生社会というのは娘や孫娘が一生母方の家から離れず何世代にもわたって同じ家に住む形態のことを言いますつまり家の跡継ぎは女性です一家の頭ももちろん女性で「とじ」と呼ばれました出雲市の青木遺跡からは「戸締め」と書かれた木簡が出土しています 古代の日本が母系性社会だったというのは余梅の文化や万葉集に残された歌などからわかると思いますがこれは日本だけでなく世界中にあった制度です性の意味は様々に変化しましたがその根本には個々人が生まれた元を他と区別する印を意味しており血筋を表すことにもなります性という治の格を表す言葉概念ができたのは古代の中国です これが日本に導入されたのは、大和政権が始まった時期です。大和朝廷は政治的、社会的統一の必要上、豪族などに身分のランクをつけました。性には、氏の格を表すような意味だけでなく、鹿などのカバネで使用されているように、格や身分とは違ったもう一つの意味がありました。 カバネの語源について調べると多種多様な学説が出てきますが、応印学的に不可能な学説も多く、消去法で調べたところ、朝鮮古語のカプヌイという言葉が残りました。朝鮮古語といっても、その語源をさらにたどれば古代オリエントに行き着くと思いますが、いずれにしてもこのカプヌイという言葉がカバネに転化することは応印学上では可能です。 カプヌイのカプは重なりを意味し、ヌイは生涯一代という意味があります。これをシカバネやカバネが持つ死体という意味に当てはめると、一代が何世代も重なり続く生涯が死を遂げた、イコール死体という意味に一致します。 同じ漢字でも、カバネと読む場合と、せやしと読む場合とでは違った語源に行き着くのですが、一括りにこの漢字を当てはめてしまい、二つの違った概念が長い間共存し続けたため混乱が起こっています。では、カバネの制度や歴史を見ていきます。カバネははじめ、職業名に君、彦、岳などの章をつけて、職業集団の長を表しました。これが原始的なカバネです。 これらのカバネが地位、門閥などの家柄を表すようになると、朝廷でもこれを認めて、それに対する制度を立てました。国の宮津湖、あがた主、稲城などは、世襲的に官職名を受け継ぐので、自然にカバネとして扱われるようになりました。古代のカバネの例を挙げると、先ほどの君、彦、武以外にも、戸辺、倉治、羽振、罪、御美、長、優利、騎士、追う古式、コシキ スクネ、ミミ、ネシ、ネコ、タマ、ワケなどがあります。やがてカバネはオミ・ムラのように尺位的な階級を表すようになりました。すなわちカバネという制度が次第に整備されるようになったのです。684年にはヤクサのカバネというものが制定され、第1級のマヒと第2級のアソミ、第3級のスクネ、第4級のイミキ、第5級の道のノ 第6級の尾第7級の村寺、第8級の稲城の8種に整理されました。平安時代になると藤原氏が朝廷における権力を一新にし、他氏はほとんど没落していきます。さらに市政の制度も乱用され、麻生以外のカバネは廃れていきました。やがて平安中期から古いカバネに代わって苗字の原型になるものができてきます。 そして8世紀にもなると、古事記や日本書紀、神仙、生地録などには様々なカバネ、氏が記載されています。では古代のウジについて見ていきます。もともとウジという言葉があり、そこにこの漢字を当てたのですが、ウジには血という意味があり、同族、血族のことを言います。カバネと並存して用いられ、家柄や価格を表していました。 後世にになるにつれ同血族から同族の集団を表すす言葉に変わっていきます同族の集団というのは血のつながりはなくても特定のべの民を私有管理しておりその集団を含めて氏とするようになりました古代のべの民の多くは農民で他の民といいますが中には工具用具武具などの特殊な技術を持っているべの民もいました彼らは職種に応じて湯ゲベ カヌチベ、ベハトリベ、ベモヒトリなどと呼ばれていました。豪族に隷属していた一般民衆であるべは、蘇我氏の目の民のことを蘇我べ安曇野氏に率いられるべの民のことを安住辺などというように豪族名プラスべのスタイルで呼んでいました。蘇我の田口や大友の山田などの副式の氏もありますが、これは分裂や併合によってできた氏です。 カバネは地位のランク付けなので数十種類しかありませんが、氏は地方豪族が増えるに従ってその数も増えていき、奈良時代の末には千種類を超えたことが新鮮生地録を見るとわかります。平安初期に編纂された新鮮生地録ですが、これは律令時代の宇治の系譜を収録したものです。 奈良時代後半からの「乱れた姿勢を正す」という名目で幹部天皇が編纂に着手しましたが財政中には完成できず佐賀天皇が継承し815年に完成しました名目といったのは「乱れた姿勢を正す」以外の目的もあったと言われているからですでは次に名について見ていきます名名は現在の名の意味と相違がなく 漢字伝来以前から新名、人名、土地など様々な名詞を対象に名前のことを名と呼んでいます。意味ナというのは実名と同じ意味です。古代において実名は現代よりも大切にそして慎重に扱われており、実名は相手を汚すという共通認識がありました。簡単に呼ぶことを意味という意味で意味ナとされました。旧約聖書のミザリに神の名を唱えてはならないという観念も発生源は同じです。 意味名の実名が述べないとなれば仮の名前が必要になります。それがあざ名と呼ばれるものです。あざ名の原義はあざ名うで実名に交えるという意味があり、実名と組んで一対になっている名前です。現在はあざ名として残っています。日本書紀には、任賢天皇のあざ名は灯籠といい、大友の長床のあざ名は馬飼だと出てきます。新鮮小磁力では、飯の子の村次が天皇から名とあざ名を賜ったとあります。 通称、俗称、陽名など実名ではない名称の全般をあざなと呼んでいたことがわかります中でも最も多用されていたのが地名プラス出生順のあざなです例えば武蔵三郎という人物名は武蔵の住人で三男という意味ですこれは平安の中期から多く用いられた命名法で室町時代にはあの織田信長の通称が三郎といい徳川家康の廃校名は次郎三郎でした アザナには土地名を組み入れなければ権利の印とならないため、地名はアザナの中の最重要な部分となっていきました。富士やカバネが古代において重要な社会的意味を持ったのと同様に、中世においては苗字の中の地名が重要な意味を持ちました。アザナに力を入れるようになると、意味ナはどんどん流通性を失っていき、やがて欠落しました。 さらに長い年月が経つと、もともと血族を表していた氏と、あざ名がだんだんと区別がつかなくなり、事実上氏は利用価値を失いました。そして氏と苗字は一体化していきます。近世になると子孫を意味する病という漢字を当て、使用するようになります。明治政府は封建的身分制度を廃止し、ちょんまげや刀を腰に刺すことも同じく廃止されます。 明治3年には、打浄官布告が出され、平民も苗字を持つことを許されます。明治政府は、人民の戸籍作成を急ぎ、2年の歳月をかけて、人身戸籍が完成します。政府は、民間人の住所、氏名をはっきりさせ、租税や徴兵の対象とするばかりでなく、反民や幕臣などといった概念を一掃して、土地や人民は全て天皇のものである、という、高知公民の精神を自立させました。 太長官副国の苗字に関する内容は次の通りです1通称と実名の併用を禁止どちらかを選び名前は一つにする2現在の苗字や名前を変更してはいけない3同姓同名は願い出て改めることができる4僧侶も苗字をつけてよいなどが書かれていますこれと前後して苗字に関する改正の布告が次々と出されました お坊さんは仏名ななどの凝ったたた。字字をを届け出たり、り一般庶民も好きな苗字を作りました日本で一番古い名字にしたいと言い太古、前と書いて太鼓前と付けた人もいました当時は屋号を持っているものが多く商売上便利になるという理由からも屋号をそのまま名字として届け出た例があります米屋塩屋八百屋糸屋魚屋越後屋能登屋などがあります しかし中には、苗字を名乗ってもいいと言われても、なかなか届け出ない人々もいました。理由は、苗字を名乗ることによって、何らかの咎めがあるのではという危惧や、租税やその他の対象となってしまい、不利益をこむるかもしれないという疑念からでした。そこで明治8年、政府は多政官布告第22号でこのように布告します。明治3年に苗字を唱えてもよいと布告したが、 今後は必ず名字を付けなければならない。祖先からの名字がわからないものは新たにつけようという内容のもので、これを平民名字必勝義務令と言います。名字を名乗っても良いから名乗らなければならないと変更しました。日本の名字の数は幕末には約3万程度であったものが、この布告が出された年には約3倍以上に増大しました。 現在の苗字ランキング1位の佐藤は藤原系の氏が発祥だとされています。2位の鈴木は熊野信仰と深い関係があります。稲積みした時に真ん中に立てる棒のことを鈴木と言いますが、古代から神官の役割の一つに北条祈祷がありました。このため熊野地方の神官には鈴木という姓を名乗る者が多く、この神官たちが熊野信仰を広げるために全国に散り、各地で豊作の祈祷を行います。 新官である鈴木氏は庶民にとってありがたい存在となりました。名字届出の時には子孫が代々豊作であるようにと記念し、鈴木に決めた農民が多くいました。この鈴木と同じように豊作をもたらすとされる名字にランキング4位の高橋があります。高橋は古代の食料を司る柏での光栄です。天皇に御膳を捧げる役であり、神に食を捧げる役でもあります。 この他にも「高橋」という言葉には「高い柱で神社に立っている見柱」という意味や「天と地をつなぐ高い架け橋」などさまざまな願いを込めて付けられた名字です。3位の田中は蘇我系の宇治が発祥だとされています。では渡来人の名字について見ていきます。新鮮小締録には「初番」という項目に326個の宇治が出てきますが「初番」というのは大陸や半島から渡来帰化した宇治族のことを言います。 日本に渡来した外国人が日本の国籍を得ると、帰化人や渡来人と呼ばれます。この渡来人の多くは朝鮮半島から渡来しましたが、中でも九太良出身の者が最も多く渡来してきました。白木や高句麗、中国からの渡来人も多く、学術、工芸、産業、宗教上に大きな貢献をしたと言われています。多くは機内に住んでいましたが、関東地方に来て開拓に従事した者もいました。 660年頃、クダラとコークリが白木に滅ぼされると、クダラの移民が多く捕来しました。この移民たちは優遇され、官員を授けられて朝廷に仕えた者も多くいました。では、この捕来人たちは日本ではどのような名前を与えられたのでしょうか。国別に聖や氏を見ていきます。日本ではコークリのことをコーライやコマと呼んでいます。 高麗というのが、この国からやってきた人たちに与えられた氏ですが、しばらくすると駒の字も用いるようになります。これは、後国滅亡後に亡命してきた王族が高麗の氏を名乗ったため、王族以外の人たちを駒として区別したものです。日本書紀には、金明天皇26年の565年に津くしへきた高麗人を山城の国に移住させたとあり、 諸区日本儀には大宝三年の703年4月に高麗若光が王政を賜ったとあります。716年5月には駿河、貝、相模、勝佐、下大佐、日立、下助7国の高麗人1799人を武蔵の国に移して高麗軍を置くとあります。若光は死後高麗にある駒神社に祀られ、子孫は代々官職として現在も続いています。 くダラは朝鮮半島の国の中では最も日本に親しいと言われていて多くの人が渡来しました。カバネは君、宮津子、村地、江人などがあります。機内に住みながらくダラの氏を名乗りました。くダラ王族の善光は持統天皇からくダラの君のカバネを賜り、ひ孫の啓福は東大寺大仏の建立に黄金を献上し、この功績で樹山美という深海を授けられました。 関武天皇の母、高野の新潟は、大和の文の出身ですが、これは九太の武姉王の子孫だと言います。現在の苗字では、九太羅、桃住、九田、久田、久田、すぐり、すぐろ、錦織などは、九太に関係のある苗字の可能性が高いです。白木王の末裔には、立花森、三宅、糸井、紺という氏が有名ですが、立花森は立守森とも言います。 武蔵国白木郡の住民に多くいた昆布時は機内や関東東北一帯にまで広まり大陸文化を伝えました。現在の苗字では、神羅、ニラ、ニン、ラ、シラキ、シロキなどの苗字は白木系、帰化人に関係のある可能性が高いです。旗氏は日本書紀では283年に百済127七、夕方の人を率いて帰化したとされる氏族です。 秦の始皇帝の子孫で柚木の君という人物が祖ということになっています柚木の君が白木の浴流から出して日本に渡来し洋産や旗織りの技術を持って朝廷に使えました有楽天皇の時には旗の酒の君が養蚕を総括し功能の絹を箱に渦高く盛り献上したことから渦政の鞄を賜ったというのが通説ですが真偽は不明です 一族は繁栄しましたが中心となったのは山城門の軍の渦政でした秦氏の寺は旗の川勝が建立した高隆寺が有名です後世秦氏からは麻原大倉、長倉、長田惚宗薩摩の島津越中の辛抱対馬の宗氏などが秦氏の光栄だといいますこれらの人たちも数百年の間には完全に同化し初番という言葉も死語になりましたが 日本人がこれらの人々を大切にし我が国の文化の上に大いに貢献させたことは間違いなさそうです今回はカバネ、ウジ、イミノなどの語源からトライ人に関する歴史をかいつまんでお話しさせていただきました法務省のホームページを見ると令和2年の帰化人は9079人ですこのうちの4113人が韓国、朝鮮からの帰化人で 2881人人が中国からの貴家人でしたこの帰化人の他に近年問題視されている日本国籍の乗っ取りつまり灰のりが深刻な問題になっていますがこれは近代に始まったことではなく古代からの歴史を見ると方法は違えど繰り返されているのではないでしょうか氏やカバネにはこれらの歴史を読み解くヒントが潜んでいるのかもしれません今回参考にした書籍も是非読んでみてください 最後までご視聴していただきありがとうございました。